死銀の魅力を発信する。死銀チャンネル。おはようございます。こんばんは。死銀チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは死銀歴20年以上の私ヘイヘイによる死銀というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟字方について分かりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、えー 奥さんと娘はちょっとあの、そう、えー、ご実家に預けておいて、えー、僕はまあ大学の友人と、えー、半年ぶりに食事をするという、まああの自分の好きな時間を過ごしたところであります。まあといってもですね、まあどちらもあの子供がいるんで、えー、 結局、えー、話題の大半はまあ、あそっちの話に、えー、なったりですね。<laughs> いや子供は可愛いね、みたいなあ、そんな話になったり、<laughs> えー、だいぶ微笑ましいな、というところであるんですけど、あいかんせん、えー、僕がだいぶやっぱりその、友達と話しやすいというのがあるのか、もともとおしゃべりでですね、えー、だいぶまあ2時間ぐらい話すともう、もうフルスロットルで話すから、だいぶ多分後から体力がですね、削られていくんですよね。今日は3時間。 以上かな話したから、だいぶ今、ちょっとお疲れモードです <laughs>。だからですね、もう僕もあの、富山、規制に、帰省して母親とおしゃべりな母親と話すと。まあ、3時間4時間話すと、もうあと明日明後日ぐらいは話さなくていいかなぐらい、えー、もうマシンガントークでやるんですけど、今日は、今日はちょっと僕も話しすぎて、えー、若干疲れております。ご容赦ください。さて、えー、今日お話しする。 内容、あ、えっと、の前にですね、えー、今日の最後の、こう、最後の方でですね、えー、そのスタンド f フームなどで、いくつかあの、ご質問があって、回答できるところは、えー、そこの部分で、いくつか回答しようと思いますんで、質問された方は、そちらまで、えー、聞いてみてください。ということで、今日の、えー、本題の方に移りたいと思います。えー、今日はですね、今日何しようかな。<laughs> えー、今日は、えー、 詩吟の、詩、ま、吟、あ、に関わらないんですけど、えー、音感を鍛えるための2つのとても重要なコツということでお話ししたいと思います。詩、ま、吟、あ、あにおいてもとても大事ですし、えー、まあカラオケとかにおいてもですね、えー、この音感っていうのものは本当にまあ鍛えて損はないものです。音感ってつまり何かというとですね、えー、ドレミファソラシドを正しく 出せるのかどうかとということですねえどう出したいのに、もう、例を出すとかですね。そしたら、もう、この人は間違いなく音痴だとか、っていうことになりますし、えー、どう出したいのに、若干低いような音を出すと、いや、なんか、ちょっとあなたの歌は、銀は、なんか暗いなぁ、というふうにもなります。で、若干上ずっていると、うん、なんかあなたの銀とか歌聞いてても落ち着かないわ、ということになるんで、えー、この音感ですね。 いいかかかかかかにににに正正確確音音をを出せるるののどどうう、えー、プラス認識できるのかどうか、えー、ここが本当にあの、まあ、大切になってきます。そこで、えー、僕が詩吟を20年以上やってきて、あとゴスペルもですね、えー、10年以上だいぶ真剣にやってきまして、えー、それで、えー、このやり方は本当に音感を鍛える上で役に立ったなということを2つばかりお話ししたいと思います。 えー、じゃあですね、まず一つ目です。一つ目、えー。これは前にもあのお話ししたことはあるんですけれども、一、えー、つ目は録音するということ、えー。これはもう本当に間違いなく、えー、やるべきだし、えー、やって間違いはないですね。一度僕はあの、もうあのー、だいぶオンチなあーサークルの後輩がいましてですね、えー 本人も困っていたし、サークルのみんなも結構どうしたもんかと困っていたんですけれど、えー、その後輩にですね、マンツーマンで音程を教えてあげたんですけれども、その時に効果があったのが、えー、この録音するということなんですよ。音がずれている時っていうのはですね、えー、本人はなかなか認識できないんですよ。声を出している時は自分は正しいと思って音を出していて、それが伴奏とどれだけ違ってい,いようとも、えー、なかなか気づくことができないんですね。 その自分の声を客観視するということが、えー、なかなか難しいというところが原因かなと思いますので、えー、そこをサポートしてあげるためにも、えー、その声を録音してその後聞いて聞かせてあげるとそしてその録音に合わせて、えー、コンダクターであり、えー、伴奏と一緒にまあ 聞き比べ,き比べ、えー、してあげるとであなたの今のこの音は、えー、じゃあコンダクターで合わせたら、えー、この音になりますとじゃあこのあなたの声録音した声とこのコンダクターの音一体どちらが高いでしょうか低いでしょうかというそういうことを、まあ、あのしてあげたんですね僕の場合は。 でそうすると、えー、最初は大きい音の差をやっているとあこっちが高いこっちが低いって分かるんですねでだんだんそれを繰り返していって、えー、じゃあここの微妙な音どう思うというふうに話していって、えー、わずかな音でも高い低いっていうのは、まあ、あのやっぱり順を追っていけば別に誰でもできると思っています、まあ、実際にそうだったんですね、えー、なので、えー、このでこまず 自分の声を録音して、その録音した声とコンダクターを引き比べするということ。で、それで自分の声が、いやー、最後の音。 えー、低かったなとか高かったなというふうに分かったのであればじゃあ天空のところから、えー、もうそういう音のズレが出ていたのかいやいやもうショークのところなのかあっくの終わりのところなのかいやいやもう聞くの頭のところなのかそういうふうに、えー、ちょっとずつ遡っていてですね、えー、自分の録音と遡っていて聞くと。 えー、これをですね、えー、結構、馬鹿丁寧に、えー、やってみれば、えー、私は自分がなんか毎回音がずれるんですけれどもという方はですね本当に一度録音して、えー、コンダクターと弾き比べをするということ、えー、これは本当に、あのー、誰でもすぐできると思いますしやって損はないので、えー、ぜひぜひやってみてくださいそうすることで,ですね、えー、本当にあの耳が鍛えられていきます。 まあ,あ、ここまではもう知ってるよという方もいるかもしれないんで、もう一つですね、もう一つ、これは本当に僕は、このコツ、アドバイスにですね、救われました。これはですね、ゴスペルにおいて僕が学んだ音感を鍛える方法、鍛えるというかコツですね、コツえなんですけれども、それはですね、自分の感覚を思い込むということです。これどういうことかということなんですけれども、その、 音の細かいズレを、えー、この吟じている時にあのやっぱり認識したいじゃないですか自分は今吟じているけれどもこの大揺りの高い音はいやー本当に正しいのかなとか不安になりますよねいやなんかちょっと低いような気がするんーどうだろうなとかっていうふうに不安になりながら吟じていくというところになるんですけれども、えー、まああのゴスペルにおいても同じなんですね、えー、歌っているとすごく耳がいい、えー、先輩がいてですねいやほんのわずか 音が低いとおいうふうに言ってくるわけなんですでその人にです、ね、いやどうしたらあなたみたいにそんなあの耳が良くなるんですかということを聞いたらです、ね、いや俺だって最初は詳しく分かんなかったよとおだけれども最初はなんとなくなんとなく上ずってるかなとかなんとなく暗いかなと思ったらもうこれは暗いんだと、えー、思い込んで,です、ね、言い切ってで、えーまあ、あのその人は人に指示する。 立場だからいや、お前たちはさっきの歌は暗かった、低かった、えー、だから、もっと高めを意識して歌おうみたいな、そういうふうに指示を出しているんだということなんですね。なので、本人も実は、えー、そこまであのー、絶対的な自信はなかったんだけれども、最初のうちはですね、絶対的な自信はなかったんだけれども、それをですね、その、 なんとなくこうかもしれない、えー。それを思い込んで、いや、やっぱり低かったんだっていう、この、この思い込みを何度も何度も繰り返していくことで、えー、実際に聞き分けられるようになったんですよ。これ伝わりますかね本当は最初はなんとなく自分も自信ないけれども、この自信がないけれども、あえて、えー、思い込む、言い切る、えー。それを繰り返していくうちに、えー、その細かな感覚がですね、えー 養われていって、えー、実際に、ま、あの、結果が先かという話になりますけど、まあ、逆転してですね、えー、言い切っていたら、次第に感性の方が、養われていったという話なんです。まあ、あの、これも死銀も同じでですね、えー、今、自分で吟じてみると。吟じてみて、えー、いや、なんか、もうこの時点でここら辺が吟じながら、低いかなと思ったと、感じたとします。えー、その場合はですね、えー、たとえ自信がなかったとしても、いや、今は、なんと、 暗かったんだから、いや次はもう少し、えー、高めに吟じようというふうにもう思い込んでしっかりとやるんですね。うん、このこのことを繰り返すと、えー、自分の感性を 少しずつですね養うというかこのわずかな音の差を、えー、だいぶ意識するようになっていくんですねで意識していくと耳が次第に養われていって、えー、本当に4分の1音の違い8分の1音の違いそして16分の1音の違いとかあそういう細かな音の違いもお本当に認識できるようになります僕も詩吟においてですね、えー、今までさ本当4分の1音のズレがよく分かんなかったんですけれども いやそのこの考え方を本当にあの当てはめていや自分でも銀じていたけどなんとなく暗かったかもしれないな自信がなかったかもしれないなとでそれをいややっぱり暗かったんだ低かったんだじゃ、えー、次はもっとここは高く銀じようというふうにあの繰り返していくんですね。えー、そうしていくと それを繰り返していくことによって、本当にえ8分の1音まではあのちゃんと認識できるようになりました。16分の1音も本当、まあ今なんとなくわかるようになってきたかなというところなんですけれども、本当にあの、これはスキルというよりは本当に気持ちの問題なんですね。えー、考え方の問題にはなるんですけれども、自分の感覚を思い込むっていうこと、えー、本当に これは、えー、自分で体感してきたあ、本当にありがたいアドバイスだったので、えー、ここで共有させていただきました。なかなかですね、えー、自分は音感がないからっていうふうにあの自信ない方、むしろその方が大半だと思うんですけれども、えー、あえてですね、自分の中で留めておいていいんで、えー、思い込むということをやってみてほしいですね。いや、ちょっと低かったかもしれないな。いや、だから次は、えー もう少し高くやろうということです。で、えー、逆に、えー、明るく今銀じれたのはちゃんとおー気持ちよくまっすぐ銀じれたなと思ったら今はしっかりと出せたんだとちゃんと自分に言い聞かせるっていうことですね。えー、なかなか、あのーうん、言葉にしてどこまで、えー、この僕の言いたいことが伝わったのか自信がなくはないんですけれども、えー、そうちょっとこれはぜひ、えー 共有ししたたたいいいなととうことでお話しさせていただきましたその音感をよくするための2つのコツ、えー、1つ目は録音する録音してから、えー、コンダクターと引き比べをするということ、えー、そして2つ目は、えー、思い込みを、えー、感覚をですね、えー、思い込むということでしたよし、えー、では、えー、後半の方ですね一、えー、つ吟じていきたいと思いますすいませんあのこちらのリクエスト いいただててましてですね、えー、昨日か一昨日かな、えー、僕はあの勘違いしてました筑前浄化の策、えー、広瀬炭素さんの銀、えー、違うんじゃないですかって僕はあの言っちゃったんですけれどお恥ずかしい限りですね申し訳ないです、えー、立志の方でありましたね、えー、そう長尾修水のあれ筑前浄化松前浄化と僕見間違えたのかな、うんえー、そうやっちゃったなということなんでありましたね筑前浄化の策、えー、広瀬炭素の立志ですね立志 えー、なので、えー、こちらを1本で源じてほしいですというリクエストがありましたので、えー、そちらを吟じていきたいかなと思いますまず詩文の方からですね、えー、読んでいきます「筑前浄化の策広瀬丹相」副紋刀「福的門徒並波天を打つ」「当時の蓄積おのずから依然たり」「源平海に没すあとなおあり」 人工、漢を制すこと、久しく、つとうを制すこと、久しく、つとう、ととううん、かな、うん、えー、上郭影は浮かぶ、春歩の月、喧嘩、声は隠る、募集の煙、将兵、将あり、君、監守せよ、諸々の水曜に、古戦をつなぐ、なかなかちょっと意味が難しいですね、これは。 敵国降伏の額を掲げた八幡宮のロームあたりは今もなお、えー、波は天を打つばかりに高く激しいと当時の海岸に築かれたこの防壁ですねボール防壁の跡も依然として昔のままに残っている猛虎、えー、うう10万の兵があ海に没した後も今なおそのままに、えー 残されていてですね、えー、この地から船で下もたことも久しく伝えられていると。このようにこの地は多くの歴史を持つ旧跡ではあるがあ、今日は全く変わって春の月が海に城郭の影を浮かべて美しく、夕暮れに迫る巣のあたりは、原、え、価、ー、の声が流れてゆく。なんと太平の様子が見えるではないか。 ここかしこのしだれ柳の下に、えー、商い線かな、商船をつなぎ、安心してそれぞれに商いをしているのも、全く太平の恩恵によくしているからである。 まああの昔は本当に激しい跡だったけれども今はとても美しいなという話ですね、まあ、このコントラストがあるからこそなおこの美しさが一層際立つのかなということなので、えーまあ、前半は激しく後半は、えー、美しくというところになるのかなというざっくりな <laughs> 本当にざっくりな認識で申し訳ないんですけれども、えー、それで銀じていこうかなと思います1、えー、本ですね1本うんあまり声が出るか るかなうんうん、うん、よし「筑前城下の策広瀬炭草」「副敵門徒」「波」 縁の、うつ、当時の、蓄積、おのずから、依然、 「源平海に没すあとなお」 ひさしくつとじょうかくかぎはうかぶ」。 と間違えたな <laughs>。いや、申し訳ない。喧嘩、声は隠る。墓地の煙。消平。 小あり、君、感謝せよ、所長の。 古戦のつなぐいやー、やり直してごめんなさい <laughs>。ちょっと吟字直す、元気なかったです <laughs>。いや、申し訳ないですね。えー そう、いや申し訳ない <laughs>。そう、声は、声は、隠す。うん、ここにもちょっとなんかちっちゃい揺り上げがあるんですけれど。いやー、うん。やられちゃいましたね。ちょっと難しかったかな。というところです。まあ、あの、そうですね。本当にちょっと、ちょっとなかなか、えー、僕もあまり禁じたことはないんですが、うん、言葉が、言葉がなかなか難しくて、僕も頭に綺麗に入ってこなくてですね、うん、ちょっと難しかったな、というのが、うん、正直に <laughs>、ところです。ただまあ、やはり、やはりですね、えー、いやー、過去。 源平とかです、ね、いろんな戦争の跡があここにしっかりと刻まれていてだけれども、えー、この城郭影は浮かぶ春歩の月ですねもうあのこの辺りからですねもう一気に、えー、この優しい美しい平穏なあ光景が もうう美しく、えー、広がっていいるということこなんですね、えー、なので、まあ、あのここからだいぶ僕はテンポダウンをして、えー、場面がクッと切り替わるようにしました言葉もより一層丁寧に優しく、えー、吟じたつもりではありますうんですかねというこの前半の強い吟じ方後半の優しい吟じ方、えー、ここをいかに、えー、コントラストをつけるところがまあ 一つのポイントかなというところです。えー、もっともっと、えー、ちゃんとやってればですね、もっといろいろ言えるかもしれないんですけれども、えー、申し訳ないです。えー、この辺ですね、えー。やっぱあの、一本、一本でやるとなんかお腹使ってお腹が減りますね。<laughs> えー、というところです、えー。そうですね。あとは、あすいません。で、えっ、ー、と、いくつか質問をいただきましたんで、それもちょっとあの、さらさらっと答えれるやつをちょっと答えたいと思います。えー、一つ目ですね、あの、リクエストがありました。 えー、田久だえー、さんの、えー、新大使の銀を、ちょっと、銀じてもらえませんかというリクエストがあったんですけれども、えー、さすがにですね、僕も新大使は、えー、そう、説調が不調があったとしても、僕はちょっと銀じるの厳しいかなというところなんで、えー、このリクエストはごめんなさい、ということです。えー、あとはですね、えー、そう、え、止め。 止めですね。えー、スタンド FM の方でも、こちら、あのー、スタンド FM で、えー、語尾の母音をどうしても抑えてしまうという、まあ、この止めについての、えー、ご相談があったんですけれども、とりあえず、えー、YouTube の の第119回を、えー、一度ちょっと聞いてみてこの死銀の止め方について話しているんでそこを一度ご覧になって改めて、えー、質問いただければかなと思いますであともう一つですね、えー、呼吸を長く続けるための方法はないですかという、えー、これもあの質問があったんでこれも YouTube の第102回ですね、えー、102回の方で話しておりますんで、えー、そちらも、えー、ちょっと、えー、ご覧になっていただければいいかなというところですね えということでちょっと、えー、今日はだいぶあのヘロヘロまあ体調悪いわけじゃあないんですけれど。 最近は昨日、おとといはちゃんと寝たんで、えー、またあの、ちょっと、Kindle の詩吟の方、執筆を、えー、頑張りながら、えー、娘との、生活も楽しみながら、引き続き頑張りたいと思います。本当にあの、いつも優しいコメントありがとうございます。本当にあの、ぜ、ね、あの、エネルギーになっておりますんで、えー、本当感謝申し上げます。ではでは、詩吟のミルクを発信する詩吟チャンネルどうもありがとうございました。バイバイ